んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは早起きをするです。あなたは朝余裕を持って時間を過ごしていますか？会社に行くまでの支度の時間をギリギリにとって逆算して起きていませんか？もしいつもより30分前に起きたらどうでしょう？もう一杯のお茶をゆっくり楽しむ時間ができます。またはヘアスタイルにこだわる時間ができますね。いつもより1時間前に起きたらもっといろんなことができますね。ヨガやストレッチ、英語のレッスンもできるかもしれません。まずは今までよりも早く起きたら何に時間を使うのかを考えてみましょう。それが早起きのコツです。そして目覚ましをその分早くセットしましょう。本来これは決意だけでできることですが、誘導瞑想で少しお手伝いをしてみましょう。誘導瞑想ではまず惰眠をむさぼるデメリットと早起きをするメリットを教えます。でもこの最初のパートは最初の1週間だけ聞いていればいいですよ。その次のパートは早起きをした自分を褒める誘導瞑想になります。1週間後はこれだけを聞けばいいですよ。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたは寝坊だよね。いつまでも寝ていたいんだね。そして目覚ましが鳴っても惰眠をむさぼっているよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたが起きるべき時間にさっさと起きないから、いつもいつも朝の目覚めが悪くてドタバタ用意して安心できる朝が迎えられないんだ。気持ちよく一日を始められないんだ。ダミーをむさぼっても頭は満足できなくて、結局脳も体もすっきり働かないんだ。だから仕事も能率が悪いし運も良くならない。これじゃ嫌だよね。あなたが朝きちんと時間に起きないからなんだよ。だからこれからは朝30分の余裕を持って起きてごらん。目覚ましと競争して目覚ましが鳴る前に起きてごらん。そして余裕を持って起きた自分を褒めようね。人生はあなたのためにあるんだよ。あなたは人生を素晴らしいものにするために生きているんだよ。人生を制するには朝を制することだよ。あなたが生まれる瞬間を自分で祝福するように、毎朝起きる自分を自分で祝福しなさい。そうしたら毎日少しずつ祝福が増えて素晴らしい人生になっていくよ。運が良くなるよ。すっきり起きたらその分だけ素晴らしいことが増えていくよ。その方がいいよね。楽しみだね。いい子だね。しっかりと眠れたね。そして朝ちゃんと早く起きたんだね。すごいね。かっこいいね。未来の自分はあなたを心から祝福するよ。あなたのおかげで素晴らしい朝が迎えられたよ。おいしい食事が作れたし、おいしいお茶が飲めたね。そして今日することをちゃんと考えられたし、頭の中でそれがきちんとできている様子を思い浮かべる余裕もできたね。すごいね。あなたは優秀だね。早起きすると気持ちがいいね。そして昨日よりも今日の方がパワフルな気がするね。こうして少しずつ毎朝毎朝エネルギーが増えていく。余裕が積み上がっていく。昨日よりも今日の方が能力があるね。
昨日よりも今日の方が積極的だね。だからより素晴らしい人生を作ることができるね。早起きするとたくさんのお得があるよね。未来の自分は素晴らしい贈り物を用意してあなたが来るのを待っているよ。だから少しでも早くそれを受け取れるように早く起きようね。あなたが大好きだよ。